石丸市長にどっぷり公金に使ってる場合ではないと言われた秋田議員です。講演を終わります。議長。秋田議員。はい、どっぷり指定管理に使う、まあ、そういう考えにつながるかもしれない。私が今話をして市長の答弁で言ってる。だけどそうじゃないです。一応それはそれできちっと統合がいいメリットはあるんだという理解のもとに、その従業員さんが その心置きなくこう統合して働ける場を作っていかなきゃいけないという、そこの部分で質問しておるんで、そこのところの説明会をしてくださいということなので、まあ、この公の場でその話をしましたので、説明会については、まあ、きちんとそういったことを踏まえた説明をしていただきたいということで、この件は終わるしかないと思いますので終わります。2点目の質問に移ります。秋田議員、すいません、すいません、4番がありますから、はい、はい、4番目の質問に移ります。今まで湯の森で行われていたクララ・コレン教等の参加によるイベントについて今後はどうなるのだろうかという、まあ、声もございましたので、まあ、そこらあたりについても先ほどの繰り返しになるかも分かりませんが、お考えをお伺いいたします。答弁を求めます。石丸市長。はい、今の秋田議員のご質問は地域と事業者の話をされてるんだと思います。で、事業者で言えば今は任意団体の湯の森で、そこに新たに東島が加わるような形になるだろうと。なので経営主体が変わろうとも、そこと地域が連携をし開催していただければと思います。先ほど最後のところでおっしゃったんですけども、説明会を市がするんじゃないんですよ。議論を当事者でやらないとこの問題はどうにもならないんです。市がこうしなさい、はい分かりましたみたいなことじゃないんです。自分たちのことなので自分たちで決めてください。もし市が何か言うとしたら補助金削りますという、これしかないんですよ。これから市は市の財政状況からして、これ以上の市から何か入れることないです。現状維持すらままなりません。なのでその前に自分たちでできることをやった方がいいだろうという思いです。市長、先ほどの4番目の質問になりますか。今の答弁に一番最初にいいですか。はい、答弁を終わります。委員長。秋田議員。はい、まあ、この議会も見ておられると思いますので、そうした意味でまた職員の方とも話をしていきたいというふうに思います。次の質問に移ります。秋田議員に申し上げます。大枠2点目の質問に移らせていただきます。総合計画の策定についてでございます。第2次秋田方市総合計画の計画期間が令和6年度で満了予定となっています。次の総合計画の策定においては第2次策定時よりさらに人口減少と少子高齢化の進行が急速化しており、本市の財政面では歳入の伸びは見込めないと思われ、歳出では高齢者福祉や公共施設の更新等への対応が求められており、本質的な総合計画の在り方を検討していくことが重要ではと私は考えます。総合計画は本市におけるさまざまな計画の最上位にあり、本市の今後を見越した行政運営の総合的な指針であるという観点から、今後の取り組み見解について次の点についてお伺いいたします。1点目でございます。次期総合計画を策定されるであろうという観点から、今後の策定予定についてスケジュール等についてどのように考えておられるかお伺いいたします。ただいまの質問に対し答弁を求め次の総合計画につきましては2024年度中に策定することを考えています。ただし2024年8月には市長選挙がありますので、次の選挙で当選した市長の施策方針を反映した基本構想の議会議決を得るのは2025年にずれ込む可能性があるというふうに考えています。以上。
以上で答弁を終わります。はい、秋田議員。はい、はい、まあ、ただいま答弁いただきましたスケジュールは2024年中に策定予定だということでございます。で、2点目の質問に移ります。期間、策定期間中に市長選挙があると認識していますが、策定内容には市長の見解も取り入れられるのではないかというふうに推察いたしますが、そのことについて石丸市長はどのようにお考えかお伺いいたします。まあ、先ほど市長の任期途中でという答弁もいただいたんですが、改めてお伺いしたいと思います。答弁を求めます。石丸市長。はい、ご認識の通りです。当然総合計画市の土台となる要素には時の市長の意向が反映影響します、されます。もっとも今の時代にあっては幸か不幸か大した裁量はありません。なのでそれほどの自由度がない、誰が作ってもあまり変わらないだろうと思いますので、この総合計画の体制にはあまり形としては変化がないんじゃないかなと見ています。答弁を終わります。以上、秋田議員。はい、はい、3番目の質問に移らせていただきます。総合計画策定には市民参加と職員参加が重要で、まあ、当たり前のことでございますが、理由として計画が効果的であり効率的なプロセスや仕組みを進めることが重要必要であるとまあいうようなことを文献でも目にしましたが、これまでの総合計画もそうされてきたとは思いますが、今後の策定にあたりどのような方針で取り組みをされようと考えておられるか、これはまあ市長だけに限らず共通認識に執行部の共通認識になろうと思いますが、そこのところをお伺いしたいと思います。答弁を求めます。以上、はい、石丸市長。はい、まずこれまでの方針について確認をしておくと、あったらいいなというものをまとめるのがこれまでの作業だったと思います。しかし先ほど来お話ししている通り、秋田方市にそのような余裕はもうありません。なのでこれからの計画策定にあたっては、これも何回かもすでにお伝えしますが、予算制約のもと優先順位を明確にして、なくてはならないものを選んでいくと、選択していく、この方針になります。これにしかなりません。先ほどのお話に紐付けてみれば、この町に温泉がいるのかいらないのか、一つはいるのか、いやいや二ついるのか、それを選んでいく、そうした方針になります。その意味で先ほど来秋田議員がおっしゃってる通り、市民参加が何よりも大事になってきます。であるならば、市民の意向把握、市民のとの意見交換、市民への情報提供、すなわち議会の機能、議員の役割というものがどうしても必要になってきます。故に議会の再起を願っています。答弁を終わります。秋田議員。はい、ここで市長と同じ考えが、ようやく通じたような気がしますが、私もこの質問したのは市民参画がまず一番なではないかなということで質問をさせていただいております。で、その手法をですね、
手法によってはその市民の声を聞く、それは議員の仕事だとよくおっしゃいますけれども、それも含めてですね、そういう場を設けて、まあこれまでは審議会ですか、そういったもので計画審議会を作られて対応してこられて、まあその中にいろんな市民の声もあるんでしょうが、今回ですね、目にしたのが秋田高田市キャッチフレーズの募集ということで、これが11月27日付でこう記者会見かなんかされたんですかね。でまさしくこれがよく読んでみると、市の総合計画をはじめとする各種計画などに広く使用していきますということで、この部分もこのことに関わってくるのかなと私なりに理解したんですが、それはまあどこまでかというと、内容については秋田高田市らしさを表現する、あるいは秋田高田市の魅力をアピール、秋田高田市への愛着や誇りを醸成するというものなので、それは違ってはいませんけども、じゃあ具体的にどうなのかといったら、これじゃあまあ見えないんですけども、だけど市長の意向としてはそうしたことで市民から意見を募りながら取り入れていくんだろうという判断に私も至っております。でもう一つ議員としてまあ参加させていただくとなれば、まあ、何かの提案ですね、これがまあいるんだろうかなというふうに思います。で、まあ、そうしたときに、これ後ほどあった三鷹市の例だったんですが、東京 の、 コミュニティカルテ、要するにコミュニティカルテとはどういったものかというと、病院のカルテのように地域ごとの課題を抽出して、誰が見ても一目で、その市の状況が分かるといったものを作って、それをもとに策定したという例もございますので、それは先ほど市民の声を聞くのも募るのも一緒になるかも分かりませんが、こうした手法があって、要はともかく市民の声をどう生かしていくかということが、私は次の総合計画に重要なことだと思うんで伺っておりますので、再度まあ話はされたと思いますが、市民の声をどのような形で取り入れていかれるかだけをお伺いしたいと思います。答弁を求めます。石丸市長。はい、これもいつもお伝えしている通りなんですが、議会基本条例に明示してある通り、その役割は議会議員にしかありません。その責任があります。いい加減に自覚して動いていただきたいと常々思っているところです。次、この計画策定の際には本来の議会の機能、これが回復していることを願ってやみません。秋田議員の地元高宮町の湯の森の関係者に頼まれたのか。しつこく噛み合わない質疑が延々続きました。石丸市長も公金にどっぷり使ってる状況ではないと言い放ちます。その一方で、少子高齢化で財政が厳しいという実態を認識し、これからの総合的な計画をどうするのか、という質問もしています。実情が分かっているのか、議員の役目を分かっているのか、よく分からない質疑でした。政治会山本和弘議員は、地元の高田町、大下議長は緑、秋田議員は高宮、山本勝議員は八千代です。それぞれ地元が絡むとしつこく、同じ質問を繰り返し執行部を混乱させている印象です。その都度、市長に指摘されていますが、正す気配はないようです。